あ、録画してなかったわ。俺どっから録画してなかったんだろう。やべ。あ、ランナーレベル上がった。やったー。あれ、俺どっから録画してなかった、わかんねえな。まあ、とりあえずここら辺に妖精の村あんじゃねって話なんだけど。あった、ちょっと待って、一旦整理しよう。今世界地図で言うね、グランバニアの南東の方か、南東の方に小島があって、そこがね、俺が石になってずっといた家だったね。豪邸というか、うん、でそこの人たちが今悲しんでて、で実はそういう事件が今多発してるんだよってのを聞いたね。子供がさらわれてみたいな、次女の話聞いて、でそこから今東に向かってって、でこの世界地図の一番左下の方、あそこ岩山で囲まれてる塔があって、あ、じゃあここ行けねえか、じゃあ上上がってみようっつって、でサラボナのね、この東側、そういやここなんもなかったよなみたいな、うん、ここなんもない森だったよなと思って来たら、ドンピシャだった。ドンピシャだったね。うん、行くか。いや、録画し忘れてたわ。この森の木さん、悪い奴は通さないって言ってるよ。私たちいい子やね。いい子だよ。やっべ、めっちゃ来てる。あ、なんかあるな。家がある。ん？ねえねえ、お父さん、妖精に会ったことあるんだよね。どんな子？僕より背が大きい。いや、なんか意外と大きかったな。空って飛べるの？羽は生えてるの？僕、仲良くなれるかな？なれるよ、ラナだったら。あれ？どっちから来たっけ？お父さん覚えてる？任しとけってんで。お父さんがそういうの間違えるわけないでしょ。こんにちは。私もね、子供の時は妖精の姿を見たことがあったんだけどね。あ、そうだったんだ。私さっき人影見たよ。あれもしかしたら。こんな森の中に家があるなんてびっくりするよね。そうだね。他は妖精の村に通じると言われている迷いの森だ。しかし普通の人間じゃこの森を抜けることはできないみたいだし。もとも妖精の姿を見ることができるなら話は別だけどよ。できるできる。お父さん聞いた？ここから妖精の村に行けるんだって。お父さんは妖精と冒険したことあるんだよね。姿って見えるよね。見えるかな。いやいや、今度は迷いの森ですか。本当に大変な森旅ですね。あ、エルフの飲み薬ありがとう。うん、待てよ、よし、割らせてもらって、小さなメタルやった。もうだいぶじゃない。もうそろそろメタルキングの盾いけそうだけどね。んじゃあ先に進むか。このまままっすぐだよな。え？わかんない。どうしよう。ずっと森が続いてるね。こんなにたくさん木があったら庭師は大変だよ。庭師いないよ。あ、そっか。まあ、そういう感覚か。あ、あそこ、あれ、いなくなっちゃった。あれ？待って、こっちじゃないんじゃない？キャ、うん、なに？え？待って、君は誰なの？え、あなたには私の姿が、いや、見えねえ。うん、見えるよ。うわ、大人になって、うわ、心汚くなっちゃったかな。うん、で、私に何か言おうかしら。僕たち妖精の村に行きたいんだけど。うん、わかったわ。悪い人たちじゃなさそうだし、案内してあげる、こっちを。あれ？ラナ？お父さん、こっちだって、ついてきて。わかった。で、ラナ、ありがとう。イビリ、見える？こっち？あ、すげえ。あ、道ができた。あ、ラナ、すげえな。なんか、イビリ、ちょっと、距離あるな。ここか。うわーい。あれ？あ、懐かしい。お父さん、ここにも魔物っているんだね。気をつけなきゃ。うん。あそこに見える？綺麗なピンクのお花って桜？ここまでいい匂いがするね。あー、懐かしいな。うわ、ここが妖精の国？僕たちの世界とはちょっと違ってるみたいだね。あー、ひひん、ひひんだぜ。山頂何も言わないか。わあ、めっちゃ久々に来た。どう？お父さんが昔来た時と村の中変わってる？それとも同じ？でもちょっと違うな。え？昔はもっと妖精さんが多かったの？みんなどこにいたのかな？ほんとだ。なんか少なくなってんでるのか？いや、ヒューガ王の旅は大変だと思っていましたが、まさか妖精の村にまで来ることになるとは。それにしてもここは絵に描いたように綺麗ですね。絵本の中のようです。ちょっと、まあ、でも防具とか昔と変わんないんじゃないかな？もしかしたら。あ、ちょっと強くなってる。ちょっと強いな。わ、人間だ。人間がこの村に来るなんて随分久しぶりだな。北の方には行ってみた。ドワーフのおじさんが面白い遊び場。え、ドワーフのおじさんが？
確かこの村、この前人間が来たのは20年くらい前にしたな。なんとお前さんがあの時の子供か大きになったの。坊ちゃん、あの頃のあれほど村から出てはいけないと言いましたのに、こんなところまで。え、村どころか家からも出てない。は出てないから。お父さんってやっぱり昔は子供だったんだ。じゃあサンちゃんも子供だったの。いや、多分サンちゃんはね、あのまま成長したと思う。あのままの姿。この村ずっと春なの？でもここが暖かいのはきっとそれだけじゃないね。そうだね。あれ、ガイコースがいなくなってる。ここに泊まると楽しい夢が見られる気がするね。ちょっと一回ちょっと泊まってみようか。楽しい夢見ようぜ、一緒に。最高！寄せの村の宿屋っていうだけでなんだかワクワクするね。ねえ。わあ、懐かしいなあ。ここはポアン様が治める妖精の村よ。え、ゴールドオーブは？それならポアン様に聞けばいいと思うわ。ポアン様。うわぁ、妖精って女の子ばかりなんだね。ちょっと居心地悪いや。大丈夫だな、こっちに男の子いるから、山頂含めて。この村は魔物様も妖精様も仲良しね。いいな。いいとこだよな。確かに妖精の数減ってんな。どうしたんだろう。こんにちは。妖精の図書館へようこそ。私はルナです。妖精の城をお探しですか？妖精の城は普通の人間に見ることはできません。しかし妖精のホルムを吹けばあなた方にも見つけることができるでしょう。山々に囲まれた深き森、その森の湖の真ん中でホルムをお吹きなさい。パパさんもそうでしたが、ヒューガオも歌や踊りの才能はやっぱりさっぱりでしょ。でも妖精のホルムはさすが妖精が作っただけあって誰でも吹けるそうです。よかったですね。もうよかったな。妖精の城って随分森の奥深いところにあるんだね。うん、私も水とか木とか自然のある場所が好き。元気をもらえるの。あ、いいな。イーベリー、そっか、自然が好きなのか。ここら辺は何もないかな。本は、あ、木々は語るという本がある。木にはそれぞれ意志がある。葉で風を、幹で空を。あ、待て、やべ、ちょっと今葉で多分空を感じるとかだった気がする。飛ばしちゃった。スティックが倒れた。世界の変化を誰よりも深く感じながら世界の歴史を大きな体で語っている。人生、人間の一生という書かれた本が。人間というのは妖精に比べるとずっと早く年を取る生き物である。ついこの前会ったはずの相手でもほんのちょっとの間に姿が変わり、再会しても気づかないほどだ。それだけに人間の一生は私たち妖精からすると目が回るほどに慌ただしい。まあ、もしかしてヒューガ、なんて懐かしいんでしょう。あの時は本当に世話になりましたね。それで今日は私に何か用です。あります。ヒューガ事情を話した。そうですか。どうやら約束を果たす時が来たようですね。ヒューガ、このホルムを持っていきなさい。私たち妖精国の女王がきっと力になって、あれ？フォーマン様って女王じゃないの？ヒューガ妖精のホルムを受け取った。あれ？フォーマン様、女王でしょうよ。あれ？あなたがヒューガだってこと。あ、ベーラ！私にはすぐに分かったわ。本当に久しぶりね、ヒューガ。妖精国の女王様に会う方法は、下の階の図書館にいるルナが教えてくれるはずよ。教えてくれたけど。ベラさんってお父さんと冒険した頃はもっとおしゃべりだったの？フォーマン様の前だからおすまししてるのかな。ラナもか。ポアン、ベラ、ルナ。妖精さんの名前って綺麗ね。お父さんもそう思わない？イベリーだってそうじゃん。ね。お花の名前から取ってるからな。ん？神の城が再び天に昇り、世界が平和に なることを私たちも祈っていますわ。魔物さんのいない世界を平和って言うんじゃないよね。みんなで暮らせるのが平和やね。みんな平和がいいんだよね。僕頑張るからお父さんも一緒に来てね。一緒に行こうぜ。皆さん平和に平和にって言いますけどね。そうするのはどんなに大変なことか。身に染みてるよな。それにしてもヒューガは私に隠し事ばかり。いいじゃん。妖精の城ってどこだろうね。ここには山に囲まれた湖なんて見当たらないけどな。あ、ここだ、ここだ。よう。あれ？古文しかねえ。お前はヒューガ！ザイル。なんだよ、忘れたとは言わせねえぜ。そうか、あれからうまいことやって世界中旅してるんだな。おいらなんてお前に負けてからこっち。地道に生活してるってのに。よし、お前の仲間になって一緒に旅してやるよ。え、嘘。仲間モンスターの一員ってことでさ、いいだろ。まあいいけど。よし、来た、一つ頼むぜ。ザイルが仲間に加わった。え、待って、お前って強い？ドワーフの息子。あんまりじゃない。まあ、とりあえず、じゃあ、イルシア。でも、イルシア強いんだよな。モモも、いいし、じゃあ、ザイルごめん。預かり所で。
モンスター爺さんとこ行った。そっか。あいつ仲間になっちゃった。ザイルを仲間にするんだって物好きな人たちだね。でもザイルの爺ちゃんはきっと喜んでると思うよ。でもザイル君は筋が良さそうですよ。あの性格が戦い向きなんでしょうね。ザイルって仲間になるんだ。でもザイルさん全然お話ししてくれないからちょっと寂しいね。ここじゃね？あれ？入れた。あ、ここじゃね？あれ？さっきから誰かが呼んでるような気がするの。イベリー、うん。ぽいよな。それにしてもすごい霧だね。お父さんの顔がよく見えないよ。俺は心の上で見えるよ。可愛い子らの顔が。綺麗すぎる場所はどうも苦手ですよ。人ならざる者の領域と言いますか。ああ。あれ？お父さんここってもしかして探してた場所じゃない？ね、可能性あるよな。あれ？いや、これあれだな。待ってよ。ここに乗ってなんかやるんかなと思ったけど。ちょっと待って、ここで、妖精のホルン使うか。ちょっと怖さない？逆に掘るんだからかな。なんかちょっと怖さない。しかしここでは何も起こらねえ。ここか。ここだったらなんか起きんじゃない。あ、霧が今晴れた。晴れた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 。あ、見える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 。城ができた。できたわ。ここだよ。城、妖精の城。見つけた。いやー、上手にホルンが吹けてよかったですね。山頂気にしてたもんな。うん。歌も下手だし、踊りも下手って言われたからね。霧が晴れたよ。やっぱりここがあの場所だったんだね。そうだね。あれが妖精の女王様のお城。ねえ、お父さん早く入りたい。うん。行こっか。天空城の近くにあったんだな。ようこそ、妖精の城に。うん。ヒガ、ちょっとこっちを見て。うん、よし。いいえ、妖精の城様にご挨拶をする前に、身だしなみを整えます。あ、まあ、そう、大事だけども。やっぱりルナの言った通りだ。ねえ、お父さん。ね。不思議なお城だね。足元がふわふわする。夢の中みたい。ああ。なんか綺麗な場所。あれ、あれもなんかまたポワン様みたいな人いるけど。よくぞ参られました。話はすでにポワンから聞いております。確かに天空の城にあった二つのオーブは私たち妖精の祖先が作ったものです。しかしもはや私たちには同じものを作ることはできないのです。これをご覧なさい。ん？ジョーは光るオーブを取り出した。実は作ろうとしたのです。しかし形は似ていますが、このオーブには天空の城を浮上させる魔力はありません。でもヒューガ、あなたならできるかもしれません。このオーブをヒューガに差し上げましょう。ヒューガ光るを、ああ手に入れた。うわ。さあ、奥の階段へお急ぎなさい。あとは2階にいる妖精がヒューガを案内してくれるでしょう。伝説の勇者様がついに誕生したことは私たちも知っておりました。どうかラナ様に神の祝福がありますように。ラナって伝説って言うほどまだ長生きしてないよね。なのに伝説なの。これからな。いろんな人が僕のこと勇者だって言うけど、なんかピンとこないよ。お父さんゆっくり歩いてね。私お家の中いっぱい見たいから、うん、一緒に見ようぜ。ちょっと手前の階段も登ろうか。あ、すげえ。どうもこの辺りは現実離れした美しさでなんだか落ち着きませんね。うわあ。こんにちは。私知ってるよ。2階の東の部屋に飾られる絵は時々取り替えられるの。でも今のは伝説の勇者様のお誕生を祝う絵だから、次は随分先になるかもね。あ、そっか。ずいぶん先、じゃあ世界が平和になったらとかかな。ああ、ここって本当に綺麗な湖だったんだね。水面が鏡みたいだよ。ああ、お父さん見て、湖の中にもお皿があるみたい。うわー、いいな。どうもこの辺りは現実の離れした美しさでなんだか落ち着きませんね。なんかずっと美術館にいるみたいな感じだな。あ、ここは教会か。こんにちは。知ってるかもしれないけど、ビアンカさんは天空人の子孫なの。天空人の子孫か。そうだったんだ。パパ様というヒューガオといい、お二人とも見る目が高いですね。うんうん。
まあね。僕知ってるよ。子孫って子供のことだよ。だから、わかった。お母さん伝説の勇者なんだ。え、違うの？違ったね。その天空人さんの子孫はいつから羽がなくなっちゃったのかな。もったいないよね。羽切れんのに。そうだね。ヒューガさんはエルヘブンの民の血を引いていましたね。ヒューガさんとビアンカさんの二人の血筋が合わさって伝説の勇者が生まれたのです。それはきっと神のご意志だったのでしょう。でも、結婚したのは俺とビアンカの意志だよ。それならイベリだって勇者だよね。伝説の装備はできないけど、そうだよ。ね、装備できないけど勇者だよ。でもイベリが一緒にいてくれたからできたことっていっぱいあるんだ。私も勇者だったらラナの使命を半分持ってあげられたのに。でも今一緒に持ってんじゃん。この後ろ本物かな。だってあの霧の中には何もなかったね。まあ、見えないにしてんだろうね。さあどうぞお取りください。じゃあお邪魔します。この後ろって男の人ば、あー少ないよね。女の子ばかりでつまんなくないのかな。確かにすごく綺麗。私のお部屋があったらこんな風にして。じゃあ部屋作ってあげようぜ。いやいや、こんな場所が本当にあったとは。もう何が現実で何が空想なのやら。な、わかんなくなるよな。何なのか。私は世界の歴史をすべて記録しておるのじゃ。貴重な歴史だから何年経っても消えないようパオームのインクで書いて、パオームのインク。うわあ、あんなにいっぱい本を書いて、てかくたびれないかな。パオームのインク、そういやあったな。話、北の教会。古びた画集か。ある絵の説明にはこう書かれている。絵は時として描いたものの心まで映し出す場合があります。この絵がそうであるように。特に型もないか。うん、これ地下に行けんな。行ってみよう。何がある？あ、宝箱ある。イカズチの杖。あ、これ結構強いやつじゃないの。プリンセスローブ。これはだってさ、イベリー、いいね。あ、可愛くなっちゃった。あら、もともと可愛いのにもっと可愛くなっちゃった。お父さんと結婚しよう。ここにあるものは私たち妖精の宝物です。しかし世界の平和には変えられません。どうかお持ちくださいませ。言われる前にもらっちゃった。開いてくださるんです。大事に使わないと罰が当たります。はーい。きっと世界の平和がここにも影響するんだね。お父さん頑張ろうね。うん。行こうぜ。この本は、あ、勇者誕生にまつわる伝説が書かれた本。この絵は伝説の勇者様の誕生を祝って描かれたものですわ。お絵描きはね、イベリーの方が上手なんだよ。あ、そうな。あの絵に描かれてるのお兄ちゃんにそっくり。あ、そっか。あ、思い出しますね。ヒューガオが生まれた時も肖像画を描かせておられました。あ、そうなんだ。うわ。じゃあこっちもなんか絵飾ってんのか。うん。この絵は心を映し出す不思議な絵。あなたを思い出の場所に運んでくれるでしょう。さあ、絵の前に立ち心を開くのです。お父さん、とりあえず あの人の言う通り、絵の前に立ってみたら。お父さん、うん、そうだね。じゃあ行ってみるよ。ヒューガは壁の絵に向かって心を開いた。行くか。うん。これは、わかるよ。いつの記憶か。誰もいなくなっちゃった。うわ、帰ってきたな。この場所は、うん、この時間は、そうだよな。そうだよ。これはあの時だ。うわー、シスター、キャ、素敵な人。あら、私としたことが何を言ってるのかしら。何もない村ですが、どうかゆっくりしていってくださいね。ポーですって。シスターさん。元気だな。若かったな、この頃。そっか。ここは、俺が妖精の国に行く直前かな。あんた知ってるかね、パパさんの息子ヒューガがお化け退場したそうじゃ。あの子は大きくなったらきっと強い戦士になるぞ。じゃあここかな。あ、山頂。はて、どこかでお会いしたことがありましたっけ。ああ、旦那様のお知り合いの方ですね。旦那様なら上にいらっしゃ。うわ、ちょっと待って、一旦下行っていい。あ、ないか。わ、
こんにちは。ん、誰かは知らんが、私に何か言おうかな。うわ、はい。なんだって、お主が私の息子？そうだよ、俺はあなたの息子だよ。私の子供は後にも先にもヒューが一人だけだ。何か他に用でもあるのかな？はい、ありますよ。うん、ではラインハットには行くなと言うのか？行かないでほしい。でも行くんだろうな。私がラインハット城に呼ばれているとよく知っていたな。わかった、お主は預言者だろう。悪いが、私は予言など信じぬことにしているのだ。しかし、私の妻に似た目をしたお人よ。お主の忠告だけは気に留めておこう。さあ、もういいだろう。私は忙しいので向こうに行ってくれないか。でも、うわ、そっか。ここに、なんと天空の城について書かれた本を発見した。そうだな。空に高く存在せし、城ありき。しかしその城、オーブを失い地に落ちる。オーブを取り戻すとき、その城再び天空にから。ビアンカが読んでくれた本でな。パパス、俺さ、でもいっか。あんたみたいな立派な父親になるよ。俺どこにいんだ。こんにちは。あんた旅の者だな。愛しまれたくなかったら村のことあまりかぎまらないな。はーい。どうすりゃいいだろう。あ、湧いた。ん、ガルルルル。あー、めっちゃ怪しんでんの、モモ。こんにちは。あ、お兄さんのことだね。教会のお姉さんが言ってた。素敵な人って。え？僕の持ってる綺麗な宝玉を見せてくれないかって？うん。ちょっとだけでいいから見せてくんねえかな。うん、いいよ。お兄さん悪い人じゃないみたいだし。でもちょっとだけだよ。ヒューガはヒューガに。ゴールドオーブを手渡した。ゴールドオーブと光るオーブをすり替えますか？うん。すり替えよう。ヒューガはゴールドオーブと光るオーブをすり替えた。光るオーブを手渡した。そうだよな。ね、すごく綺麗な宝玉でしょ？うん。そうだね。これから、うん、この先、どんな辛いことがあっても、めげないようにな。どんなに辛いことがあっても僕は負けないよ。ママ、行こう。あと、お父さん大切にする、しろよ。それだけな。お父さんのこと大切にして、今の時間を、今一緒にパパスといる時間を大切にしてあげてな。じゃあな。やば。パパス、立派な父親になって立派な王になるからな。ありがとな、育ててくれてありがとう。世界を救ってくるよパパス。じゃあ行くか。お父さん、それって嬢様にもらったお盆と違うよね。どうしたの？あ、言わないで。僕自分で考えるから。お帰りなさい。いいの、何も言わなくて。イベリー。あ、二人とも。どうしたんです？ぼんやりして。まだ眠る時間には早いですよ。私たち妖精には時の流れを変える力はありません。
でもあの絵に受け入れられたヒューガならばきっとそれができるでしょう。ゴールドオーブをあるべき場所へ戻す時が来たのです。すごく綺麗。一緒に行こうぜみんな。よ、持ってきたぜ。オーブを持ってきてくれたのですね。ヒューガはプサにゴールドオーブを手渡した。このオーブを台の上に戻して、さあこれでいいはずです。私についてきてください。ん、どこだ。あ、ここか。意味ありげな題材だったけどね。いよいよこの城が再び天空に昇る時がやってきました。すべてはヒューガたち皆さんのおかげですね。さあ見ていてください。これで天空城が天空に戻るのか。今水中城だったもんな。うわ、二つのオーブの力で。うわ、あ、ここもムービーあるんだな。うわ、うわ、すげえな。うーわ、うわ、いや、てかこれ岩盤ごと、え、岩盤ごと俺浮いてたの。あ、そうだったんだ。岩盤ごとなんだ。うーわ、すげえ。よく壊れなかったね、天空城。柱とかもボロボロだけど、あ、雲が集まったんだ。そっか。な、神秘的だな。で、どうした、どうした、どうした。思ったほど高が上がらないみたいですね。まあいいでしょう。あとはあなたたちに任せます。水も引いたみたいだし、私は城の様子を見えてくることにしましょう。では、また後で。え、何？あとはあなた方にお任せします。ん？みんな、どうしよう。あの石場に乗るとお城が飛ぶの？面白い！いけんの？お父さん見た？この城本当に浮かんだみたいだよ。ね、外に見て、出てみようよ。それにしても、プサンは全くつかみどころのない人ですね。そうな。え？あ、え？動かせる。動かせるようになっちゃった。待って。あ、ここね。一旦、空飛べるようになったらいいんだけど、なんかちょっと異様な光景だな、これ。意外とこれ人に見えてるっしょ。プサンいなくなったの？あ、いた。よう。城の中には水に閉じ込められてた人々が何人かいたようですね。生きていたようですね。時間を止め眠っていたとはいえ、とてつもない生命力。私も懐かしい人に会えて嬉しい限りです。あ、待って。いろいろ見えんのか。いやいや、天空人の生命力の精査は神に近いものを感じますよ。プサンさんも、僕たちが来る前に時間を止めて回っていたのかもね。じゃないとお腹が空いて死んじゃうよ。でも、回ってたもんな。時間を止めて眠ってたって、天空人さんってそんなことができるの？すげえな。あ、ボロボロになって天空人の人気があった。金を犯して地に降りた彼女をマスタードラゴンはどんなに時が経とうとも、お許しに。それよりも先はページが、誰だ？誰の話だ？どっちだ？ビアンカの先祖の話か、それとも、どっちなんだろうな。あ、星空の神秘という本がある。星座にまつわる神話や言い伝えが詳しく書かれてる。つか、この世界にも星座って概念があるんだな。よう。おお、あなたがこの城と私たちを作ってくれたのか。なんと礼を言っていいやら。え、天空人プサンも？はて、天空人にはそのような名前の者はいなかったはずだが。おっと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 、プサンさんのことを知らないで。寝起きだから、頭がぼんやりしてるのかな。お城さん嬉しそう。天空城だもん。お城の中、お水の中は嫌やね。水がだいぶ引いたようですね。何やら人の声も聞こえてきますし、いや、よかったよかった。プサン。プサンがね。プサンなんだよな。ちょっと人間とはちょっと感受性が違うというか、若干違うよね、思考が。あ、下にもいるな。こっちなんか三姉妹みたいについたけど、あいつらもういねえか。この城は昔はもっともっと高いところにあったのよね。よかった、高く上がらなくて。高いとこ苦手か。あ、高いできないかな、イベリーは。このお城、いつか落ちる前の綺麗なお城に戻るかな。僕、綺麗な天空城見てみたよ。ね。
天空城って結構複雑な作りになってるんだね。こうして空から世界を眺めるのは久しぶりです。天空城で空を飛んでるときは丸ボタンや、それに、なるほど。でも平原や砂地など平らな場所でないと、了解了解。天空城を動かすなんて緊張するよね。だって壊したら弁償できないもん。まあできないね。天空城なのに地面に下ろしておくのはちょっと悪いような気がするの。なあ、こうして改めてよくよく見ればなかなか歴史を感じる建物ですね。ここは？あ、妖精さんがいるな。こんにちは。どうもありがとうございました。俺にぜひここにある世界樹の雫を。え？世界樹の雫、やった。めっちゃいいもんくれちゃったやんけ。天空城には妖精もいたんだね。天空人の、天空の人と妖精は仲良しなのかな。で、入りからなんか簡単にできんだろうな。私たちはこの日に、この日の来ることをどんなに待ったでしょうか。さあ、奥にいるおじいさんにも早く知らせて。あい、こんなところにもあんの部屋が。大事に守っていた世界樹の苗木はこの通り元気に生きています。どうかこの城を救ってくださったあなた方がお持ちください。あ、世界樹の苗木、やった、ありがとう。世界樹の苗木ってこれ名産品、植えることになるの俺。世界樹の葉は死んだものをも生き返らせると言いますが、まだ苗木のこの状態ではその力ないですよね。うん、小さくて可愛いね。お父さんは私が水やりしてもいい。いいよいいよ。この苗木さんはお水の中でもしっかり生きてたのね。お利口さんだね。イベリーの方がお利口さんだよなあ。あ、名産品だった。あ、すごろっけ。あ、小さなメダル、やった。もうそろそろ本当にメタキンの盾もらえそうだな。何、奥におじいさんがいんの。あ、いた、こんにちは。なんとこの城が浮上したと。それはめでたい。あとは竜の神様ドラマスタードラゴンの復活を待つばかりじゃわい。マスタードラゴンはテルパドールの西の島、んボブルの塔にその能力を封印したそうじゃ。あったね。そこのタンスの中身を持って行きなされ、役に立つかもしれんぞ。ありがとう。マスタードラゴン能力を封印した、一体どういうこと。またどうですか。少々腰が痛みますが、さあ、張り切っていくとしましょう。うん。マスタードラゴンってこの世界の神様のことやね。私、5本読んだからしての。ああ、頭いい。うん。フック付きロープ。あ、これが必要になるんだ。うん。行こっか。まあ、今日はここで終わりにしとこうかな。もうちょっとだけここ探索してから行こう。階段があって、こんにちは。世界がまだ平和だった時代、下界を見てマスタードラゴンはこうおっしゃいました。人間もなかなか良いものだな。そしてお姿をお隠しになってしまったのでございます。ああ、その後数百年の間にこの城が落ちてしまうのを誰が思ったでしょうか。天空にこの城がある限り平和は続いたはずでしたのに。ああ、そうだね。ドランとかいねえか、ここ。こんにちは。あ、ここでセーブできんだね。この城昔は、ああ、そうだな。あー、この空の穴めっちゃ久々だな。